株式会社ピエトロは福岡県福岡市中央区天神に本社を置く日本の食品メーカー並びにパスタ専門店。同社が持つピエトロブランドのサラダドレッシング、パスタソース等を製造販売をしている。創業者で前社長の村田国彦が1980年に福岡天神で洋麺屋ピエトロを開く。1981年に ドレッシングの販売を開始、1985年には株式会社に改装。レストラン、ピエトロズパスタの FC 事業も開始する。社名の由来は、イタリア民は羊飼いのピエトロにちなむ。その後は1992年に小賀工場が竣工現在では、洋弁やピエトロのほか、カップ入りパスタを提供するファストフードブランドのほか、 通信販売事業も行っている。現在は直営レストランのフランチャイズなども行っている。東北、北海道以外の各地に出店しているほか、ホノルルにも出店している。また、他にもミオミオというパスタ専門のファストフード店の経営も行っている。ピエトロ、エーデのブランドでスープショップカフェ及びギフトショップも出店。1997年に、 テレビ CM を放映するようになってからは、美味しいサラダを食べていますかというキャッチフレーズで、俳優の小林香るなどを起用し、ドレッシングの CM を放映していたが、2008年からは、新たに、同ドレッシングのイメージキャラクターとして、トロスケを誕生させ、女優の市川美香子と共に、CM に出演している。2011年からは、佐々木望が、 うさぎ姿のお母さん役で CM に出演している。2012年4月後半からには同じく、佐々木望みがうさぎ姿に扮した CM が放映されている。この CM はうさぎ姿に扮した子供が野菜を加えている場面が次々出てくるのだが、放映開始当初はプチトマトを丸ごと加えている少女二人がいた。 しかし子供に真似されると窒息などの危険があると判断したのか2012年8月現在、放映されているものは、この二人は出ておらず、セロリを加えた少年が新しく追加されている。CM ソングは、舞の色とりどりのラブ。お歌のお稽古編では舞が、黒猫のお姉様として出演している。ABCDEFGHIJKLM、株式会社、ピエトロ。 第33期優化証券報告書、読売新聞2014年4月15日付西部、本社版35面の記事より、みよみよに関するカテゴリー、ありがとうございます。